こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。ジャンタマ始めていきましょう。ご主人、おかえりにゃ。ハートだ。バレンタインデーのハートを受け取った。しっかり楕円線やりましょう。楕円線どっちがいいんだろうな。トンプー線が圧倒的なんですね、これ。もう9捨てましょう。添えていかなきゃ。トンはまだ捨てられてない。なんか初期に捨てた数字牌の隣が危ないらしい。危ないんじゃないわ。逆に安全牌に近いんだ。缶？ああ、民間できん。カンカンやりましょう。やりましょう。いらん。3万を関したのか。なかなか9万、9ピンを消す機会を失ってますね。トーンはまだ1枚か。ここで捨てよう。暗冠なんでね、これは泣いたらまだ泣いてないです。正確に言うとプロじゃない。積極的。トイトイ狙ってんのかな。トイトイ狙ってたら読みにくいですよね。あ、いいじゃないでしょうか。どうしよう。難しいな。基本的には染めたいね。まあウーピンとか来たら考えましょう。ウーピンとか3ピンとか来た。お、いいな。どんどん捨てていく。あ、揃いそうにないからこれももう用はないや。逆に危険範囲になりうるんですよね。あ、7聞いちゃったよ。ここで捨てたところでもう一旦待ってれば6の、むしろ6の方を捨ててってな。789揃ってたんだからな。これ捨てましょう。怖い。いずれ値範囲に変化することも考えられますからね。まあ特に問い目は危ないな。小弓はもうテンパってって考えてもいいかもね。あー、なんでだよ。短期でもリーチしたいな。という面は天杯だが、お、通った。という面は現物だが、生を捨ててる人は右だけか。泣かない泣かない。動きが取れてないな。多分誰かが振り込むか、対面には特に気をつけないとね。対面は何々ピンが怖いからな。しかしなかなか怖い。何ピンかはわからないな。でも何これ、ちょっともっと止めましょうか、せめて。ピンチだから、しかしもう5枚しかないぞ。自信あるのかな。ドーピンはちょっと怪しいですね、これ。捨てよう。ダメだ。ダメですね。パスです。脳天でしたね。お金が出ていきます。1500。リーチ棒はそのまま残ります。このリーチ棒を重なっていきたい。よし。高速プレイでいこう。なんはドラなんだこれ。だからこれだけで上がることはできないんで、そこで白を来たら泣く。特急券ですね、白の方が。いつもな、2枚揃ったら面白いんだけどな。飲まれちゃいますけどね。いらん。いらんとは言わんけどな。でもこっち捨てた方がいいかな。ちょっと反射的やっちゃったけど、いいんじゃないでしょうか。トンがすでに1枚場に捨てられちゃってますね。2枚揃えるのはまあしんどいかな。2枚目得たらもう終わりですけど。なんか、なんが親な、なんがドラなんですね。考えてます。あ、来ましたね。いいですね、これ捨てよう。あ、結構いい線いってる。白は泣いた後、何泣いてもいいかな。混んでるかもしれない。何ね。なんかこの捨て牌見ると、なんか周辺のペンちゃん当ててるんじゃないかって思ったりするかもね、周りは。トン来たら涙目だけどな、これで。まあトンはね、無理だ。トンはここにドラ表示牌にいっぱいあるから、早めに捨てなきゃいけなかったんだ。いらない。願い現物見物が積もってきたな。さて何かしようとしているが何もない。4567ちょっと考えなきゃな。6万捨てような。7万も安牌な。現物だ。何？あーなるほど。52です。捉えました。白髪も誰か持ってるよね。シャア2枚出た。さよならシャア。引きが良くないですね。ペヘン何それ。2334タイヤを狙った方がいいかもね。1番 E1 もそんなにいらんじゃないですか、まだ捨てるには早いけど。あいいですね。チューン1枚捨ててるからいらない。上がりたい。ドラハイの周辺は気をつけないといけません。しっかり固めていきましょう。これかな次いらないのは。だいらないとは断言できないもんな。とか来てもあんまりうまみないしな。ああそっちの方がまだいいや。まあタイヤにはならんからな。やろうな。対面要注意です。35枚か残り。え？ようやく場が回ってきた。9番はもう独立させましょう。さあどうするか。これからここでこれを切っていく。え？頭は4万か。じゃあおリーチ。さあ2万ですね。まあ多分マンズが当たり234ワンズ、そうだな。あ、これ。8だな、8万だかっけ。ん、何が当たりなんだこれ。4、6、ああ6だ、6が当たりだ。6番ローマンですね。ドラはない、多分ドラはないと思う。安いからダマでもよかったよな。何？ハツがロン。うわ。あ、短期待ちだったか。2位に上がりました。上がってないのに。早いに、嘘だろ。減速でもう行くしかないな。相手トップだからな。親だし、まあ振り込んでもいいこともないや。親続くしな。まあ攻めるしかないですねこれ。レッドファイブ、残しときた。これか、行こうと思ったらリーチ杯現物か。ワンズがないんですよね、現物に。ワンズほとんど落とされてないし、ワンズがみんな危険杯だと思い込んでるってこと、思ってるってことか。お、リーチじゃねえか。リーチにゃ。危険を顧みず追っかけいきます。ピンズですねこちらは。4、あ、死んだ。おお、通った。47のピンズ。お、隣だった。4は捨てられてますね。7はまだ1枚も捨てられてない。ここは折りれないですからね。あっと3面に1、すごいことなってんな。向こうはピンズがやばい。ピンズじゃない、ソーズがやばい。さあ場が進んでいきます。右が苦しいな、こうなったら。来い、振り込んでこい。膠着状態だ。安全牌を大体分かってきてますからね。あ、これはあかん。お世話を通った。引かすぎのマンズやったな。2と4と6だけはマンズの中で安牌なんですね。ソーズは分からん。ソーズの安牌は分からん。2しかないからな、向こうは。結局流局になっちゃいました。おっと、嘘、7ピンだったのか。センシティブコウさんの一人負けか。P1 ですね、ドラマ。スプーンリーチすごかったな。とにかく早く親から引きずりを押さなきゃいけません。じゃないかな。手が悪いからな、今状況によっては難は捨て場に使って降りる大事かもしれないですね。他みんな真ん中だからな。多分まだまだ遠い。 0.5 歩前進ですからね、今のが。厳しいな、42枚かと。回ってくるターン数が少ない。レッド5来た。行きましょう、固めましょう。チュン捨ててもいいけどね。あ、自力で積もってきた。チュン捨てましょう、ここで。だいぶチュン2枚持ってる人はいなかったようだ。あとはなんとか上がりに行くために一生懸命ですね。356だとリーチですね。まだ早い。ドラとか言ってられません。23枚になった。チャンスは少ない。ピンフであることはもうバレバレですけどね。あー、来ない。手牌見てもいまいちだな。ああ、いらん。これリーチするには厳しいよね。だってファンパイのみだしね。ス手で捨てるか。3は場にもう残り2枚追っかけた。1枚しかないのにリーチするか。両の現物アートが続かない。ダメですね、脳天ですねこれ。よっぽど最後いいのが出ないと。だんだん削られていきます。削られていく金額が脳天バフですからね。こことかそうそう上がりに行かなければなりませんが、789はもう揃ってるのかな。あ、いいじゃないですか。ちょっと守り弱くなっちゃいますけどね。曲なんですね。ずっと問い目のターンです。あ、いいですね。これ捨てよう。こっちでもいいんだけどな。前回よりは結構相当いいですね。あ、いいんじゃないでしょうか。1回は我慢しよう。今回はもう1回来たら泣くけど、1回は我慢です。レッドハイだからドラが3枚持ってるんですよね。こちらはなんとか上がりたい。だからリーチなんですよ。悩むな。まあ捨てとっか。真ん中だったらいるんですけどね、足配だからな。まあドラは包み込みたい。わあ、なんか運悪い。まあ捨てるけどね、運は悪くないな。重くなっちゃうのね。身動き取れなくなっちゃうんで、やっぱりいらないです。いや、もっとこう、こっちかな。わからん。7が来たらもう涙目だけど、いいんじゃないでしょうか。これもういらない。うん、まあこれ捨てる。てるからな。ワンズが危ない。逆に追い上げてきよった。日本です。右が危なかったけど通った。16枚か残り、厳しいな。何分待ってたんですかね。ピンか来る気配がないね。11号を使ってるのがないね。おい、また今回もダメだ。届かない一歩。危ないんだ。何、自力で上がりやった。終わり。2000点安い。マイナス800です。さあ、ここでちょっと流れ変わるかな。ようやくトン2曲が終わりました。1枚捨てられてるか。トンも不要か。トン不要ですね。これで5が3枚揃った。いらない。誰も白捨ててないんだよな。まあ白捨てましょう。あ、123ときたね。これかな。もっと来たい。まあ頭って決めてるのはいいですけど、機動力にかけますからね。うん、いいんじゃないでしょうか。になるしな。これもありえるかもな。これはないか。12345までは争点ですね。6と7来た。1通は狙いますが、7は2枚捨てられてる。7は1枚ですね。9が2枚捨てられてる。そういう意味では9いらんよね。守りモードにチェンジってなりたいとこですよね。9番がまあかなり安牌になってくるんで、相手リーチされた時は。攻めたいんだけどな。攻められないよね、これは。今は大負けを防ぐことのみか。これは厳しいな。もうこれは頭にします。1枚か。いや。それ捨てるんだ。一発が怖い。だからセーフ。3、4、5、7ですね。7の。何？からチャンスはない。ローンやった。対面から取りました。安い2600。まあ D 棒2枚も確保できますからね。4600です。ようやく巻き返し首位を3万以下に下ろすことができましたんで、チャンスが出てきましたよ。こちら親ですからね。ハイパイはまあそんなにいいか良くないかな。なんとも言えん。中途半端だな。ちょっと考えてます。まあでも自分なら捨てるな。早く上がりたいから。として使うんだけどな。6が親なんですね。ローピンが親。8もまた嫌な上がりだな。あ、4、5、6揃った。どれ捨てよう。正直迷いますね。こっちだな。自分ならこっちだ。1、3、5で揃えるチャンスを待つ。あ、頭候補がちょっと多すぎるんでね。うん、いいんじゃないでしょうか。これでイーシャンテン？イーシャンテンじゃない。もう一歩手前かな。6、7、8。イーシャンテンか。イーシャンテンですね。残しといた方が良かったかな。これかな。次いらんのは。行きましょう。47の両面です。47番のこれは来る可能性高いですよ。初期に E1、21 引いてますからね。印象付けられる。7はすでに1枚捨てられてますけどね。読みづらい。でも7はないんだ。7は泣かれてるから実質4万の1万じゃん。1枚だけじゃん。早くワンズ処分しとくんやったな。こんなことするんやったら4番は読みづらいとは思うけどな。あ、自力で上がりました。リーチ積もう金フ。あ、面単品だ。1万2000。マンガンいやー、逆襲ですよ。大逆襲。あ、これで終わり？いや、まだ。あ、終わった。なんで？頭が決定した時点で終わりとかかな。メンタンピン来た。それにドラがつきますからね。メンタンピン侮りがたしですね。漫画です。漫画？あ、親だから漫画だ。静かな展開でしたね、最後。上がることができました。いやー、本当にじっと我慢の子であったですね。最後に12000漫画を親漫画を上がることができました。大逆転ということで。いや、気持ちのいい朝麻雀でした。今後もですね、時間があるときにジャンタンはやっていこうと思いますので、よろしくお願いします。よろしければチャンネル登録、高評価をお願いいたします。概要欄に表示されているない、ブログ、ツイッター、そして、ジャンタンはのプレイリスト、ご覧ください。プレイリスト、動画の一覧の横にプラスボタンあります。ぜひ押してブックマークをお願いします。またツイッターのフォローもお願いいたします。ということで、ジャンタマ遊んでいきました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。